始まってんのか、俺。あ、お母さん、早っ。イェーイ。アナウンサー、味方アンマー。おはよう。おはようます。おはよう。おはようます。あ、ちょっといつもとなんか、入り方違うな。違うね。うん。ちょっと違うね、これ。顔近くなっちゃうね。ね。そう、ちょっとお風呂入ってきたんだけど。でも、これもね、さっきね、あれ、ウェットティッシュでこう、顔ちょっと拭いて、テカリ取ったんです。すげえ、ちょっと、やだ、恥ずかしいわ、この画角。すげえ、ちゃんと、もう3人入ってくれてるわね、すげえな。よかったね、ゼロじゃなくてよかったね。ゼロじゃなくてよかったね、もうなんか、もう、1人見てくれたらもう十分だと思ってたからね。あ、みゆ、イェーイ、ありがとう。勇気と顔でかくなったな、うるせえよ。マジありがとう。そうなんですよ、ちょっと。久しぶりの人もいるかも。まあまあまあ。何飲んでんの？あ、もうちょっと、月曜の夜なんで、飲もうかなと思って。月曜の夜だからね。なんだって。うん。そうですね。いいね。いいね。今日いつものあれと違って、うん。もう何も準備せず。そうね。あ、ミガパンマ、乾杯、イェーイ。あ、そうだ、ね、乾杯。始めましょう。サルーン。サルーン。ミカパンマンって大丈夫なの？ミカパンマンの人でしょ。ミカパンマンって、そんなあんの？そんななんか。あるでしょ。ネタがあるの？あれ、そうだっけ？そうなの？なんか、柳崎さんが、なんか、ミカパンマンが、コメントするたびに、ミカパンマンみたいな感じで言ってんの。あ、じゃあ俺もやってこう。違いますか？ミカパンマンやってこう。それで合ってますか？ミカパンマンさん。合ってるのかな？全然違う。どうする？全然違う人だったらどうするんだよ。違ったらすみません。あ、ミカパンマン合ってるらしいぞ。合ってる。あ、これ、ほら。じゃあやっていこう。ミカパンマンミカパンマンみゆ、あ、もうさ、見えてたよ。もちろん。俺の目がもう開いてなかったかもしれないけど。みゆ来てくれてありがとう、モンスター。いいな、そっちはちゃんと見れるんだね、コメントが。うん。こんなやっぱやっていかないといけないのかな。まあ、時代俺ライブする習慣ないからさ。あれだよね、誕生日に酔っ払って、コンビニ歩きながら、マスクありますかって言ってた時以来だよね。ああ、そう。4月にさ、誕生日を終電寝過ごして迎えるっていう。寝過ごしたんだ、あれ。そうね、渋谷で誕生日の瞬間迎えて、はい。で、4月だったからもろ、あれもう緊急事態宣言か。ああ、そうか。ちょうど一番緊迫した空気の頃だったね。そう。だったから、なんか、それで、DJ キックス君と渋谷で誕生日の瞬間迎えて、はいはい。で、まあ気をつけて帰れよみたいになったんだけど、俺もその日なんか配信イベントがあって飲んでて。ああ、そうだ、なんか、立て続けに飲んでた感じだったの。そう。で、電車を寝過ごして、結構、甲州街道、何？爆走じゃないけど、爆歩。あれさ、足の裏痛くなったやつ。足の裏も超痛くなったよ。あ、そう、ロガン、そう。矢野さんのコンビニミッション。もう全然マスクない頃で。マスクなかったね、あの時ね。そう。で、外人のふりして、外国人のふりして、マスクありますかって聞いて回るっていう。全然なかった。本当になかったわ。しかもあれ、結構なんか、終わり方が最高だったよね、あれ。そう、電池なくなっちゃってさ。結構いいタイミングでなくなったよね、あれ。なんか助けてーって言って。うん、誰か、公衆ガードで拾ってください。あーみたいな。もう拾われずに歩いて帰って。大体、1時間ぐらいやろう。とりあえず。とりあえず1時間やって、すごい好評だったら、ちょっと延長しますけど。まあ、多分めちゃくちゃ、つまんねえってだったら、もう二度とやんな。
二度とやんない、二度とやんない。いや、つまんねえって言われたらやろう。つまんねえって言われたらやろう。やります。アベマは、あ、アベマはですね、今ね、土曜日不定期出てるんで、アワードの投票がまだできるんで、よかったらしてください。お願いします。ゆきとくんに、清き一票。よろしくお願いします。ケスケさん、投票します。ありがとうございます。よろしくお願いします。ありがとうございます。ぜひとも。京都さん、これ、もう、なんか、勢いで始め、やるって言ったけど、何やるあ、ね、質問なんか集まった？質問は、来てない。来てない。これね、二つ来たんで、ちょっとそれを、最低限ちょっと答えて終わりにしようかな、みたいな思って。うん。知らない人もいるかもしれないんで、ヒップホップで学ぶ英語チャンネルっていうのを、うん、しっかりしてんな、しっかりしてんな、ちゃんと前提からちゃんと説明する。しょうがない。全然そんなつもりなかった。YouTube でやってるんで、そこをね、見てくれてる方もいるかもしれないですけど、ヒップホップの楽曲として英語も学んじゃうじゃないかみたいな、ざっくりとそんなことやってるんですけど、質問は来てる。質問来てる。2件来てた。ない。なんだ。ですね。ニコが女性のラッパーで付き合うなら誰ですかっていうの。あー。面白い質問。そういう質問欲しかったんで、嬉しかったですね。女性のラッパーで付き合うなら。で、俺ね、あ、ちょっとコメントが来てます。当然、はい、とてもためになるチャンネルです。マジですか？アボカドさん。あ、アボカドさん、ありがとうございます。アボカドさん。アボカドさんもなんか、あ、そう、昨日あれですよね、その、年間ベストの記事出されて、で、明日か、温泉の絵文字の人となんか、ライブやるんですよね。あさってでしたっけ？やるっすね、そうだよね。やるっすね、うん。ちょっと、それ、ちょっとあさって、別件あって、見れるかわかんないですけど、ちょっとぜひ、もし、可能であれば。俺も残してほしい。中身残してほしい。うん、そんなアポカトさん出てるヒップホップで学ぶ英語チャンネルやってますけれども、そうなんですよ。アポカトさん、あさって、はい、ありがとうございます。あさって皆さん、ちょっとよかったらアポカトさん見てください。質問、女性ラッパーと付き合うなら。俺はラッパーだよね。ラッパーだね。結構みんなやっぱ、まあなんだろう、強め女子が多いよね、やっぱりね。そうね、なんか、難しいよね。なんかその、見た目的にすげえタイプでも、うん。なんか、実際この人を、なんか自分が、言い方あるの、なんか うまく扱えるのかみたいな、そういうところもある。でも全然やっぱ今、俺、メガンかな。うん。うん。どういったところからですか？もう、屈服したい。なるほどね。もうすごい見上げで過ごしたい。俺多分10センチぐらい背違うんだ。ああ、そうだね。178センチとかだね、確かに。もうね、180近いじゃん。で、うん、あれでしょ、ヒールとか履くわけじゃん。もう、はい、そう、こんなだよね。ああ、確かに。面白いんですよ、絶対。で、強さじゃん。やっぱり、頼りになるよね。うん、頼りになるね。そうそうそう。こんな頼りない俺ですが、はい、よろしくお願いしますって感じ。メーガン、じゃあ、ちょっと、メーガンにちょっと DM 送ってみましょうか。DM 送っとこうが、付き合ってくださいって言って。僕、サウィーティーでしょ。僕、サウィーティーですね。サウィーティーは、ほら、もう、ちょっとなんか、ずるいよ。俺結構ね、あれ、去年生で見たんです、サウィーティー。あ、ほんと？そう、生で見て、で、うん、その時にライブやってて、すごいなんかライブもエナジェティックですげえいいなと思ったし、うん、で、まあやっぱ可愛いし、そもそも なんと言っても。まあやっぱサウィーティーだなと思って。前、メーガンの、ケツやばいぞ。ケツは、まあ、そうなんだよ。そうなんだけど。ケツって言い方ちょっとあれでしたね。お尻。すごいぞ。いや、ありゃ。
うん。だからね、なんか、そう。難しいね、でも。まあ、ほんとなんか、屈服する前提で行くんだったら、やっぱ、名画みたいな感じのところ。そうだね。ひざまずきたいよね。うん。性癖がバレちゃうんだけど。皆さんはどうですか？見てる方。あ、そう。女性ラッパー。ね、女性の方、男性ラッパーでもいいし。付き合いたいアーティスト。付き合いたいアーティスト。うん。もちろん同性同士でも。あれですけれども。みんな別にあの、ユーキットとか書かなくていいんで大丈夫ですよ。そう、あの、いらないですからね、そういう。誰もしない忖度。そうだな、なんかでも付き合うとかって、めっちゃ可愛いみたいなのって、あるかな。俺、ケレヒルソンすごい好きだった。ああ。うん。あ、俺それで言うとアシャンティだったな、俺。ああ。うん。アシャンティにドキドキした。ベタだね。ベタだね。アシャンティのなんか映画出てたのが、あの、あれ、コーチカーターだっけ？あの、バスケの。ああ。あれ出てた時のアシャンティがめっちゃ可愛いと思ってて。うん。アシャンティだなと思って。そんな、俺らぐらいの年のやつ全員じゃん。まあ、アシャンティ。そうだね。アシャンティにドキドキした。うん。俺、ケリー・ヒルソンも、なんかサマーソニック見つけたほうが。で、なんか、トークショーみたいなのあって。はい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 。で、結構近い距離見たんだけど、顔ちっちゃくても、拳ぐらい。こんな。顔こんぐらい。顔こんな。うん。うん。15頭身ぐらいあったよ。やばいね、それ。うん。すごい。ミスケリーベイベーですよ。それこそあれだもんね、あの、ヒップホップで学ぶ英語でもさ、あの、ミス・インディペンデント扱って、うん。で、そのアンサーソングで、あれ、ケリー・ヒルソン。ノックダウン？あ、そうそう。ノックダウン、ノックダウン。Sometimes love comes around ってやつですよ。持ってきたね。持ってきますよ。それしかできないんで、マジ。ケリー・ヒルソン、あの、ミス・インディペンデントもあビデオ出てるからね。あ、そうね。綺麗だね。綺麗だね。あれ、綺麗だ。うん。何の話これ。どこがヒップホップで学べようあと、俺、もう一人シャウトアウトを刺さりたいのは、キャシーですね。キャシー。キャシー。キャシー好きですね、僕。キャシーいいよ。あの、ちょっとこう、ちょっときつめの顔がなんかもう、いいっすよね、なんか。はい。キャシー、はい。なんだ、あのさ、あのずっと鏡の前で踊ってるビデオ。あ、あれだよ、Me and You みたいな感じのやつで。ああ、そうそうそう。じゃあ、だっけ、おい。あれいいよ。いいっすよ。あれいいよ。すごくいいですよ。うん。誰か、はい、コメント欄で、好きな、なんか、付き合いたいアーティストを言ってる人とかいる。付き合いたいアーティスト、みんなちょっと言ってくださいよ。うん、そんな。恥ずかしがってからない。恥ずかしがってない。うん。あ、来ました。ジャバニーさんは誰にしようかな。アボカドさん、ジェネアイコ。あー。出ました。間違いないですね。アイコちゃん。アイコちゃんね。でも、なんかあの、やっぱ声とかさ、すごい素敵だけどさ。うん。なかなかきついこと言うじゃん。きついこと言いますね。うん。なかなかクレイジーな人だと思いますよ、アイコちゃん。アイコちゃん。でもなんか、クレイジーなりに、アイコは結構ね、俺、割と、なんか、ラッパーの女の子たちよりは、気が合う、合う気がしてる、なんとなく。なんか、朝、あの、例えばこう起きて、活動的にならなくても怒らなそうな人、アイコ。朝起きて、あ、まだ俺寝てたいっつっても、なんかそれ一緒に寝ようってこうずっと一緒に寝てくれるのが愛子みたいな感じ。でもね、なんかね、別れるときすぐ切れそう。あの、はい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 、それは間違いない、それは間違いないです。
いや、今、ジェネ、アイコと付き合ったらの話をしてます、ね。付き合ったらの前提。なんで付き合ったら、多分、休日一日 寝て過ごしてもなんかそういうのもありみたいなのが。ああ、お出かけしなくても？お出かけしなくても大丈夫そうなのが、ジェネアイコ。それはあるな。それはちょっと嬉しいな。嬉しいって言っちゃあれだけど。そういうのもありっていうね。そういうのもあり、そういうのもあり、そうそう。誰だな、すげえ可愛いみたいな、なんか誰か。シティガールズはさが、なんか詐欺されされちゃいそうだからな。それ。君にされちゃう。カード詐欺とかしちゃうから。ヒロスさん、ティナーシが好きです。ティナーシが可愛い。出ました。ティナーシは王道だな、でも。王道です。ティナーシも性格も良さそうですよね。うん、明るい、いい子って。うん。で、うわ、いた、俺。いた。え、いた、何、誰？ジョージャ・スミス。あー。あー、すごいね。はい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 。ちょっと最近、ドンピシャだわ。ドンピシャ。あジョージャ・スミス、確かに。あのね、ちょっと、唇ポテッとしてて。はい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 、はい。すごくいい。すごくちょっとね、眠そうだね、してんの、ちょっと、結構。ジョージャ・スミスね、確かに、気だるい感じがいいですよね。気だるい感じで。そうそうそう、ああ、確かに。あ、いや、ボーガンさん、ティナーシェが投票呼びかける写真見ました。何それ？何？知らない。なんか、すごい、でも、選挙の時、すごいそういう発信、すごいしてたんだよね、ティナーシェは、やっぱ。かわいいことでした、それは。ちょっと見ググっていい。ちょっとインスタライブやってる場合じゃないわ。ティナーシの、ティナーシの可愛い写真があるのかな。あ、これかな。これ見た、可愛い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 。これ可愛いやつだ。保存しよう。保存だよ、保存。じゃあ、俺も後でちょっと保存するわ。まず保存しよう。リポストのアプリで保存するわ。アボカドさん、ありがとうございます。これで、ご飯が食べれます。ティナーシでも、タップインの、で踊ってる動画も可愛かったな。チェックしてるね、意外と。見てるよ。ジョージ・スミスもさ、渋谷の交差点で自分のなんかこう広告見つけて、なんかはしゃいでる動画あったの、見たことある？知らない。いや、ちょっとそれ見た、これ終わったらすぐ見たほうがいい。俺より全然掘ってるじゃん。全然掘ってる。俺よりスミス掘ってるじゃん、すぐ。で、俺なんかもう、なんだろうな、インスタがさ、そもそもこう、あ、なんか可愛いと思ったらもうすぐボッポボンってこう、うん、ダブルタップしちゃうし。うん。だし、なんだろう、もう可愛いと思ったらすぐフォローボタン押してダブルタップして。で、なんか過去の投稿も遡ってダブルタップダブルタップみたいな感じでこうやってるんで。そんな感じです。おすすめの欄出てくるじゃないですか。左から2番目のタブ押すと。あれもなんか、綺麗なお姉さんとお尻ばっかり映ってる。それはさ、そうなるよね。絶対そうなるよね。みんなそうなるんですか？うん。そうだよね。俺のなんでか知らないけどさ、うん。なんだろう、検索したのが、すごいムキムキの女の人ばっかり出るようになっちゃった。めっちゃムキムキの、はい、もう、ボディービルとかやってるような。俺も出てくる、それ。女ばっかり出るようになっちゃって。なんてと思って。やっぱ、いいねしたんじゃないやっぱ。いいねしたんかな、俺。いいねしたし、で、なんかそういう人がすごい綺麗な格好してる写真とか見て、あ、いいと思ってこう、やっぱダブルタップする機会が多いと、当然やっぱそれ出てくるってことですよね。癖が出たのか。癖がちょっとね、出ちゃうんです。ヒロさん、何も深い意味がなければよく見てました。ああ、これ、ティナーシのことだな。あ、アボカドさん、これツイートのブックマークしてます。よかった。これ、ありがとうございます。この情報。素敵な。ありがとうございます。
今日さ、なんか一応さ、うん。2020年をちょっと振り返ってみようみたいな。あ、そう。一応そういうテーマでこう、ね、やってるやつなんで、うんうん、2020年の、なんかさ、あ、ごめん、もう一個ごめん、質問多分これ忘れちゃうと思うんで、先に、あ、まだこれあれかな、多分今から話す内容、それこそ ヒロさんだっけ、さっき質問っていうか、コメントくれてたの。16ヒロ16とか、ヒロ16。ヒロ16リアルさんかな。あ、コメントくれてますよ。その方が、お二人の、はい、なんか、ベストアルバム、2020年のベストアルバム、期待率みたいな話をしてて。2020年、まあ、うん。でも多分なんかその話どうせなるかなと思ってて。うん。これから振り返っていく中で。なんでまあちょっとそのあたりも意識しながら、うん、2020年を振り返る感じにしたいと思うんですけど、はい、ちょっと僕、はい、あの、ワインが、あの、もうすぐなくなるんで、ちょっと、あの、グラス、じゃない、ボトル取りに行ってもいいですか？ボトル、ちょっと、あ、ヒロさん、その辺の話もしていくんで、ありがとうございます。あ、BJ キャピタル T! 出ました。出演もありがとうございました、今年は。ありがとうございます。他にも、あ、見てくれてる人いるんですね。嬉しいね。2020年。今、どうでしたって言ってもね、もうみんな、もう、てんやわんやだっただろうけどね。てんやわんやでしたね。うん。なんか、三大ニュースみたいなのってなんかある。三大ニュース。10大でもなんか、5大でも1大でもなんか何でもいいけど。三大ニュース？うん。俺的には、じゃあちょっと一個ずつ発表していく？あ、ちょっと、もちろん。それで行きましょう。それで行きましょう。あは。俺は、まあちょっと最近のことでもう個人的にぶち上がりましたことなんだけど。はい。やっぱり、あのね、やっぱグッチ、ジージー、ビーフ会長のサッカー、うん、はい、バーサス。ほんと、好きすぎて、はい、あの、ちょっと、感動しすぎて。特集しちゃいましたけれども、うん、グッチメインとジージ、元ヤングジージのリーフが解消されて、スカッシュしたことですね。なんか、バーサスっていう企画でね、楽曲対決みたいになって、でも一時期もう半分殺し合いぐらいになっちゃった関係の二人が企画で、まあ、うん、再び同じ曲をやるみたいな。とか見えて、うん、何食ってんの？ま今生ハム食べました。あ、もうそういう感じでいいのね。オッケーオッケー。全然大丈夫、全然大丈夫。オッケーオッケー。いやあれさ、やっぱすごいアトランタの人たちはもう狂気だったみたいで。いやそうなんだ、あれさ、うん、あれ自体も企画面白いと思うんだけど。もう一つ面白いのが、やっぱこう、お客さんっていうか、その、見てる人の反応が、やっぱね、如実にやっぱ、あ、この人こういうの好きなんだっていうの出るよね、やっぱね。うん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 。で、一番最近のやつだと、あの、E40 と2ショートやった時に、そう、なんかあの、やっぱ西海岸の人たちがめちゃくちゃこうなんか、ノリノリで参加してて、わあ、こいつやべえ、みたいな、うえ、ん、みたいな感じでこうやってて。うん。あ、なんか、やっぱ、そういう地域性みたいなのあるんだなと思ったし、で、やっぱね、それこそ、ジーズィーと、グッチメイなんてさ、もう本当に、まあ、今、いわゆるこう、みんなこう、トラップっていうやつ、うん。いうようなのを、やっぱ、確立してきたところ、まあ、立役者の二人みたいな感じじゃないですか、やっぱ。うん。で、かつ、やっぱ、アトランタの、やっぱ、そういうね、なんか人たちとか、見たらもうなんか、めちゃくちゃ胸熱だろうなと思って。うん。もう完全今、ね、メッカだからね、ポップの。メッカだからね。アトランタは。アトランタね。うん。ね、あ、ヒロさん、ライブ中コメント欄が有名人ばっかり出てきてびっくりしました。ね、そうしちゃうの。そうなんだよ。みんな大好きもんだよ。うん。そうなんだよ。それがすごいんだよね。うん。俺はね、結構やっぱね、なんだろう、どっちかって言ったら、ね、GG 派なんだね、うん、うん、
あの、でも、その感じは結構わかるな。俺もそう、どっちかって言ったらジージーだな。周りジージー派多かったな、うん。なんかでも、日本人結構ジージー好きな人多そうじゃないですか、多分。やっぱそのなんか、なんだろう。ジージー、なんか、筋通ってる感あるよ。そう、筋通っててこう真面目な感じ。多分なんか、JZ とナズとかでもさ、やっぱこう、日本人って結構ナズ好きな人多いと思うんで。うん。確かに。JZ とグッチメインも、なんか海外だと別になんかどっちも本当に人気あると思うけど、日本人は多分 JZ 好きな人多いと思うんで、なんとなく。でもグッチメインのめちゃくちゃだけど、あの、愛されてる感。うん。まあ、なんていうか、本当、生まれ持ったもんだと思うし。まあまあ、そうそう。愛されるよ。ああいう感じは。もちろんそれは。間違いない、うん、でも、ね、そのお二人がねまた仲良くなったかどうか知らないけど、うん、あの普通に活動できるっていうのはいいよね。いや本当本当そうですよ、うん、でもすごい平和が一番なんでマジで明るいニュースだったなと思いました、ね、明るいそうな本当明るいニュースだった、うん、AK 姉ちゃんでいいんですかねこれ、オンラインゲームでイライラしてましたが、元気出ました。ありがとうございます。元気出していきましょうよ。ネイちゃん。あ、なんか、すごい、綺麗なお姉さんのアイコンの方ですか。あの、アニメ風のなんか、綺麗なお姉さん。ですよね。そうです。いいね。翔太刑事さんでいいかな。こんばんは、こんばんは。翔太。なんか、ぐだぐだやってます。超奥田的ニュースは僕の三大ニュースの1個目はちょっとすごいこれちょっとずるいかなと思いながら選んだんですけど、うん、やっぱヒップホップで学ぶ英語を始めたことですね。俺それはさ外したんだよ番外編って。もうさまあね衝撃が走ったからね。衝撃日本に。それ大丈夫ですかね。ちゃんとみんな衝撃走ってます。衝撃が始まったぞっていうすごいやっぱり。うん、なのそうね我々の周りってかやっぱね、俺これユーキッドと一緒にやってよかったなと思うのが、うん、まあよかったと思うこといっぱいあるんだけど、そのうちの一つが、うん、やっぱりこうユーキッドはその MC とかラッパーとかやってこう気づき上げてきたものってのは絶対こうあるから。やっぱそこを通じて、なんかこう、リーチできる人っていうのは、格段にやっぱ、俺一人でやるより全然多かったなっていうのは、すごいあって。うん。やっぱでもそこはやっぱね、ちょっと一人だったら絶対できなかったことだなって、すごい痛感しましたね。最初の頃の時にそうだったの。あの広まり具合、ちょっとこれ、あ、すげえなんか、こんだけみんなこう騒いでくれるんだっていうのをすごいなんか、やだー。嬉しかったです。でも僕も奥田くんとできて嬉しいですよ。本当ですか。気持ち悪い、まあ、民主領事こう褒め合うの気持ち悪いんでちょっとこんぐらいにしてちょっと次行きましょうか。そうだね。あ、でもさっきおいそんなより重大ニュースになるぞ。 AK 姉ちゃんさん年内ギリギリで彼氏ができました。そっちの方がねビッグニュースじゃないですか。おめでとうございます。そっちの圧倒的にビッグニュースですからね。そうだもん。うん、AKA 姉ちゃんさんはなんか 何経由で我々をしてくれたのかな。どうなんですかね。あ、でもすごいヒップホップの英語を始めたことについても皆さん反応くれてますよ。ありがとうございます。音楽広めたい、アボカドさん一人でやってるんだのでめっちゃわかります。あー、そういうことか。うん、あ、すごい、消防団がちょっとごめんなさい。聞こえてるかな？大丈夫？そっちのあれなんだ。消防団か。うん。あ、姉ちゃんさん、あ、アベマかな？アベマで、アメーバ。ブログか、アベマミックスか。アメーバで、アメーバですと。それなんか、どっちにも忖度した感じじゃないですか？大丈夫ですか？アメーバブログか、アベマ TV かみたいな。ユーキッド派か奥田翔派か、ちょっとどっちかお願いします。いや、それ、だってさ、ごめん、フォロワー的に絶対ユーキッドの方が多くなるんじゃん、それ。いやいや、そんなことないでしょ。アボカドさん、配信がファイヤーすぎて消防団が、あ、うまい
うまい、座布団1枚。うまい、さすが。さすが、さすがブロガーだな、マジ。あ、ジンスケ来てくれました。ありがとうございます。よーよーよー。さすがブロガー兼、ツイッターみたいな感じ。真ん中派、みーさんは。ありがとうございます。あ、姉ちゃん、アベマです。イェーイ。まあ、しょうがない、しょうがない、しょうがない。それはしょうがない。アメマフィックス、また7月出ると思うんで、うん、あの、土曜日、出てください。アメマフィックスのさ、あれ、うん。コメント欄面白いんだよ、あれ。コメント欄面白いんですよ。コメントで、なんか、ユイキッドのなんか保護者的な人が出てくるんだよね、必ず。毎回いるの。俺は母ちゃんが。本当に母ちゃんだと思ってる。ユキと水飲みなさいみたいな。そう、あ の, の飲みながらジーマとか飲みながらやってるんですけど、いっつもね、ジーマと水飲みなさいって言われる。最初なんかスミノフと同じぐらい水飲んでちゃんとやりなさいみたいな感じ、うん、頑張るのよって言われる、うん、すごいやっぱり勇気づけられてます。ありがとうございます。あ、姉ちゃんさん、あのコメントくれてるんですね。ありがとうございます。今度ちょっと あの名前も書いちゃってください。下げんじゃって。名乗ってやった方がいいですね。うん。そうね。アメマミックスもまた、ね、さっきも言ったんですけど、アワードもあるんで、あの、皆さん好きな DJ に、はい、MC に投票してください。はい。いや、ミキと、今年1位、行ってほしいな。1位？うん。行ったら、うん、みんなで、ね、全員焼肉おごっちゃう。あれ、前回の順位とかって出てんの？前回、フージは1位でしょ。フージは、ユキットは？ああ、そういう全体みたいなのは出してない、なんか。あ、そうなんだ。うん、俺は、そうだな、4票ぐらいだったんじゃない？いやいや、そんな、さすがにそれはないでしょ。ミカバンバン、アベマのコメント面白いですね。そう、面白いんですよ。コメント欄もね、注目ですよ、皆さん。兄さん、焼肉ね。俺がもし、一員だったら、行きましょう。姉ちゃんさんから、年末年始は何をしますか？おー、年末年始ね。あ、年末っぽい質問が来た。年末っぽい質問、いいですね。これ、そういう質問欲しかったですね。あの、カウントダウンは僕、あの、ハールムでやるんですけど。はい。でもね、今年はほら、もうやっぱ、ね、初詣も、落ち着いてから来てくださいみたいな。そうね。も言われてるし。うん。うん。でも俺、毎年、いや、これも結構迷ってんだけど、甥っ子と、たこ揚げするのが、もうほんと、一年の元気をチャージするの。してたね。去年もしてたよね。去年めっちゃ楽しいから、ね。今年の後。そう。めっちゃ楽しいから、高木今。おいっ子以上にすごい、タコすごい歩いてたよね。めっちゃ走るから、俺。いや、いいね。そういうの、いいよね。やっぱり、なんか、俺そういうの、好きだな。今のタコ、すごいからね。めっもう、簡単に上がるから。結構昔やっぱタコ揚げ歴な長いのそれ。いやだからほんと甥っ子がそういうのできるようになってきてからだから、うん、ここ 2,3 年なんだけど、うん、大気圏ぐらい上がるから。大気圏はやばい、うん、すごいよ。もう燃えてるもんちょっと。大気圏そうじゃないところの境目ぐらい行っちゃって燃えちゃう感じですか。もうすごい、ね、すごいことになっちゃうから皆さんもタコ揚げ試してください。ね、あれなんかユキとそういう系のあれ遊び得意だもんね。あの前けん玉得意じゃなかった？すごい。あ、けん玉昔やってた。やってたんだ。あるじゃん、地域のさ、学童クラブみたいな。学童はいでね、あの学校終わってみんな行く、はい、そこでなんか、うん、一生けん玉やってたよ。へえー、うん、なんていうの分かんない、あの技名が本当にそうなのか分かんないけど、世界一周みたいな。あ、でもなんかあるよね、その横
上、横、下、横みたいな。ちっちゃい皿、大きい皿、はい、下の皿、刺すみたいな。はいはいはい。うん。あ、刺すのは、だって、普通に、できないもん、俺。あれね、止め剣みたいな。うん。あれ、すごいわ、普通にできるのは。うん。一緒だね、あれ、膝が大事だから。膝、あ、そうなんだ。やっぱ、手でコントロールしちゃダメなんだ、あれ。体全体。はいはいはい。うん、俺はもう、剣玉と木ごま。木ごま？あ、そうなんだ。ちっちゃいじゃなくて、あの、結構大きい、もう。あの、ベーゴマじゃなくて、木でできてる、あの、木でできてるコマ。紐を巻きつけて、こう、バン紐巻きつけて、バーッつけて、みたいな。はい、そこをなんか、綱渡りみたいな。練習してたよ、小学生。あ、綱渡り、それ、なん相当上級者じゃないそれ。やってた、冬。なぜか外でやってた。それ、そんぐらい別に中でやってもいいのに。そう、一応もうなんか、手とか赤切れになりながら寒い。それ今やったら虐待なんじゃないですか。いや、なんか一人で練習してよ、真っ暗になるまで。あ、でもなんか、それと身についたものがあるんだったらいいよね、やっぱね。うん。正月、またやろうかな、とまあ。一人でもうやっていいと思うよ、それ。一人でやばくない？いや、全然大丈夫です。近所で。コマやってるおじさんがいるんですけど。まあまあやばいです。確かに。言われてみれば、まあまあ、うん。じゃあ皆さんも年始、コマ、たこ揚げ、ぜひやってみてください。そういう遊び面白いですよ、結構。うん。うん。甥っ子は、おいくつなんですか？ね、あ、もういくつだ？ 5 歳ぐらいになるんじゃないか。5歳。5歳かな。うん。めちゃめちゃ可愛い時じゃないですか。5歳と2歳。あー、2歳かわいい、うん。やばいよ。かわいい。うん。かわいいね、絶対ね。今年なかなか会えてないんですけどね。あ、まあそうだね。来年ね。あ、今年一番の曲はって質問が来ましたね。私はメガのボディ、ひたすらリピしてました。バリヤリヤリ。バリヤ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 。あ、もうダンスが一生覚えられないんだよね。あのダンス見てるとさ、俺はもうさ、あの、レギュラーさんのさ、はい。わかる？あ、わかる。あるある探検隊のさ、はい。この、ああ暴れてるの大丈夫。ワインを倒したと思ったんだけど、ちゃんとキャップ閉めてたから大丈夫だった。オッケーオッケーよかった。もうここしか思い浮かばなくて、ね、はい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 やりたくなっちゃうよね。あれあれ探検隊今年一番の曲、一番の曲か、はい、曲ですね。曲で言うと、まあ質問がね、アルバムだったんだよね、今年のベストアルバム。あ、質問は、あ、そう、ベストアルバム、そうですね。あ、曲も入ってたかな。ヒロさんどうでしたっけ、うん、まあ、あの、曲とアルバム両方とも言ったらいいかなと思います。ね、アルバムで言うと、なんだろう。結局、今年のニュースでも言おうと思ったんだけど、やっぱポップスモークが大きかったよね。うん。ヒロさん、アルバムも曲もで、アルバムで言うとやっぱ、そうね、Shoot for the Sun, Aim for the Moon。かな、アルバム。ポップスモーク。聞きましたね。やっぱクラブでもめちゃくちゃかかるし。ニュースで言おうとしたらポップスモーク亡くなっちゃったことと、そのドリルの盛り上がり。はい。はすごかったなと思って。そうですね。うん。アルバムやっぱ、バランスも良くて。いや、そうなんだよね。あれ本当に、うん。いや、俺なんか、ポップスモークの話、多分、ユキリとは言うだろうなと思って、自分の割には入れてなかったんだけど、うん。まあ、間違いなく、やっぱこう、本当に、なんか、この2020年に、すごい大きな流れを持ち込んだ。うん、で、かつ、なんかすごい、なんか、
惜しくもなくなってしまったっていう意味では、うん、やっぱポップスモークの存在ってめちゃくちゃでかかったなってやっぱ思うんで、うん、なんかやっぱ本当に惜しいなっていう感じがしますよね。うん、うん、こう本当なんか レジェンド、まあもうこれ、まあ、生きてたらもっとなってたんだろうけど、うん、レジェンドになっちゃってたっていう感じかな。うん、うん、あアボカドさんもね、いいアルバムでしたよね、あれ。いや、いいアルバムだったよ。結構、俺的にはこのオリジナルの、まあ、あの、デラックス版もいい曲入ってんだけど、うん、オリジナルの流れが好きで。いや、俺もそうなの。やっぱ、ドリル一辺倒っていうより言わない、本当に、あ、この人こんなこともできたんだ、みたいな。うん。いうのはすごいなんかこう、次々にこうなんかって繰り出されて、うん。めちゃくちゃ良かったよね、やっぱね、なんか。過去楽曲のサンプリングとかもいっぱいあったし、うん、もう最新トリルみたいなのも。そう、そうなんだよな。やっぱジニュアイン使うとは思われない、思わなかったから。思わない、思わない。ずっとだってさ、あんな作風できてさ、ジニュアイン来ると思わないね、やっぱね。うん、What you know about love?What the fuck?What you talking about, man? みたいな感じになりますよ。This is crazy ってなりますね。始まってますね、奥田さん。ちょっと始まるようにちょっとあのアルコールの 量調整したんで大丈夫です。うん。あの見てる人、ね、今日は本当に常識人だと思ってるかもしれないけど、ダメですから、ね、この人は。ダメの方。いい意味でダメ。アブの方してる。いい意味でなんだ。いや、マジ、ってか、俺、ほんとさ、なんか、あの、パーティーとか行って、この自分がこう、めちゃくちゃやった後に自分の喋ってる動画とか見たりすると、俺、こんなちゃんとしてんだみたいな、すごいなんか、自分でもびっくりしたもんね、はっきり言って。姉ちゃんさん、ね、たくさんの有名ラッパーの方が亡くなっちゃうので、本当に悲しいです、ね。本当ですよ。そうですね。本当に生きて、作品残してください。そうですね。僕もがこれ、タケさん、タケ87さんっていうのはね、はい、僕もがこれからが楽しみなラッパー一人でしたよね、悲しいです。本当ですよ。本当にそうです、本当にそうです。でもさ、すごい、まあ、なんだろう、作品いっぱい、やっぱ精力的にやってたんだなって、こう、後から楽曲いっぱい出てくるじゃん。うん。うん。うん。やっぱ、アヒロさんも、アルバム、バラエティに飛んでて好きでした。ありがとうございます。うん、そう、よかった。フレックスだけじゃなくて、本当にこうなんか本当に音楽を愛してて、そこにやっぱこう情熱注いでたんだなってのはめっちゃ後からわかりますよね。うん。やっぱそういうの見ると欲しいなって思いますね。奥田君はどうですか？アルバム？作品？うん。アルバムな、あ、俺結構、一個は結構難しくて。難しいよね。うん。そう、でもなんか僕の中で、一人、あの、今年の MVP をあげろっていうふうに言われたら、僕あの、今年の MVP、ジェネアイブなんですよ。ジェネ、大体好きだよね、毎年。結構、毎年好きなんですけど、あの、うん、今年は特になんか、あ、なんかもうかましたなって感じがしてて、自分の中で。うん。な、その、あの人ってなんか、なんだろう、2010年代の R&B の、ヒップホップで学ぶ英語でこう R&B の話してるどうかっていうの別に置いといて、2010年代の R&B のなんかこうなんだろうな、一番なんか影響力のあったシンガーなんじゃないかなってすごい思ってて、うん、なんか声なんか発声にしてもトラックにしてもなんかずっとこう境界を押し広げ続けてきてて、で、うん、ようやく今回のこのアルバムを持ってなんかもうグラミーみたいなああいう権威からもこう評価されて、うん、でノミネートされてみたいな感じで、もなんか俺は今まあ10年近くやっぱジェネアイコを見てきてる中で、あ、なんかついにこの瞬間訪れてめっちゃ良かったなっていう感じがしましたね。うんうんうん、チロンもすごい、うん、あの聞いてたもんね、チロンも、うん、うん、すごい聞いてましたね。うん、あ、やっぱ JNA ファンもいますよ。ジャパニーさんでいいのかな。あ、サミさん、サミさんですよね。
サミさん。時代が追いついた。時代が追いついた。あ、サミさん。僕、サミさんの大ファンなんですよ。お、大ファン。大ファンなんですよ。あの、いや、ちょ、いや、ごめん、あの、ちょっと、これ以上言うと、あんまりこう、個人の領域に踏み込むと思うんで、あれなんですけど、僕に、じゃあ、サミ、続きはそれぞれで、ね、お願いします。それぞれで、もし気になる人がいたら、ちょっと、アカウント名打ち込んで、こう探してみたらいいと思うんですけど、めっちゃ、すごい綺麗な方なんですよ、サミさんって。それが聞いたかったです。あ、ヒロさんもコメントくれてますね。今の活躍している女性シンガーたちも、ジェネアクの持つ空気感感じますよね、ということで。そう、なるなんほかど。影響力とか、なんかその他に通じる何かってやっぱすごいジェネアクでかかったなっていう、すごい。かな。一曲で言うとどうかな？一曲で言うと、曲難しいな。曲だと難しいね。でもなんか、俺、そういうかましてる？感で言うと、俺はロディ・リッチやっぱすごい前作、バースキレキレだったなと思うね。ラッパー出演っていうか、なんか参加する楽曲が結局、爪痕じゃないけど、まあ、それこそ、さっきも言ったポップスモーグのザウとか、かっこいいよ、やっぱラップが。いや、でも、ドイツはやっぱ、そう、あの人やっぱ、なんだろうな、その、もちろん、なんか、彼自身はやっぱ、ストリート上がりだとは思うんだけど、なんか、音楽的な素養をめちゃくちゃ感じるよね、やっぱ。ね、なんかさ、なんライブか、とかもさ、かっちょいいよね。かっちょいいじなんゃん。ていうか。そうそう。だって、オーケストラと合わせるとかってさ、普通結構、普通のラッパーやったら多分グダグダになると思うんだけど、ロディリッチそこをなんかこうめちゃくちゃこう、なんだろう、あ、やべえ、こいつこういうこともできるのかみたいな感じでこう見せる技量があるっていうのは、あれはやっぱ天性のものだよね、やっぱね。なんだろう、なんか音楽的。アボカドさんも、ザウ、ロディリッチバースやばかった。ね、そういや、ね。そうですよね。かったっすね。本当にそうだね。アボカドさん的には、趣味抜きで選ぶとしたら MVP はヒットボーイらしいですよ。あー、ヒートボーイ。確かに、まあまあね、そういう。まあ、それは確かにそうだな。かっこいいね。いっぱい、かましてたね。今年のヒートボーイの活躍は本当すごかったですね。やっぱ、ビッグショーンもそうだし、あと誰だっけ、なんか、すごいいろいろ絡んでましたね。そうね。わかる。でも、ロディ・リッチはすごいわかるな。わかるし、で、実際俺、アップルのさ、あれ、アップルミュージックフェスティバルじゃないけど、なんかその、アウォート的なやつ。これ多分、ツイートしたと思うんだけど、あれで見たロディ、ライブのやつね。あ、そうそうそう、なんかパフォーマンスもさ、なんか、すげえなと思って。やっぱ、あれ考えられるってのは、まあ、ロディ・リッチ本人もやっぱすごい才能あるアーティストだと思うんだけど、なんか、周りにもすごいいい大人がいっぱいいるんだろうなってすごい感じながら見てました、あれ。あれは、すごいな。すごいなと思いました。あ、姉ちゃんさん、遅くまでありがとうございました。また遊あ、びネッに来チョてくさん、ださい。もう、あ、出ちゃう感じですか。また。寝かしつけの時間らしいので。あ、本当ですか。まだやってたら見てください。はーい。でももう1時間経つね、これ。早っ。あ、マジ？もう全然俺まだあと1時間ぐらい喋るよ、何もしゃ、まだ全然喋ってないよ。喋りきれてない。俺。そうだな、ロディ・リッチの活躍は結構俺は良かったな。ロディリッチそうなのか。いや、そう。でも俺なんか、ロディリッチのさ、去年のアルバムのなんか、ハイファッションっていう曲が僕、Should me the last question on the note plus high ハイフ fashion like Goya G-Wagon out of order I'll be some mice in it cause you gotta call I know I gotta keep my shorty on go go っていうあれを今年のプレイリストみたいな感じでこう入れようと思ったんですけど、去年の見返したらもう去年の時点で結構気に入ってて、あ、これパッと聞いて気に入るし、ずっと聞いてても飽きない感じの曲なんだなっていうのをすごい
そっから感じて、うん、そう、やっぱロディリッチやっぱすごいなって思いましたね。なんかそうだ、今年初頭に、アルバムか、あ、ごめん、ロディリッチのねアルバムはね去年の12月なんだよ、あれ確か去年の12月か、うん、あ、そう、 Please excuse me for being antisocial は、そう、去年の12月で、うん、でも今年に入って、まあまあまあ、ね、暮れに出したから、もう今年1年ずっとかかってたよね。そうだね。うん。アボカドさん、ヒトボーイはバーサス出た後に、ソロアルバム、ドン・ケネディ、ティー・グリーズリー、ナース・ビクション、ベニザ・ブッチャーとやってました。シングルだと、アンダーソン・パーク・フレディ・ギブスの。ああ、まあでも、そうですね。はい、すごいね。さすがに、やっぱ、めちゃくちゃ活躍してるっすね。うん。早いな、アボカドさんは。早いな。情報出しが。早い。いや、確かに、ナズもやってた、アンダーソンパークやってたわ。うん。うん。あ、さっきの翔竹さん。はい。ナナちゃんが登場する。動画楽しみにしてます。大好きです。ありがとうございます。ナナちゃん。あれか、俺が、ドレイクの間接話本を説明するときに、例えば自分が幼稚園児のナナちゃんとしてみたいな感じで言った、あれのことですかね。あのナナちゃん。あのナナちゃん。あのナナちゃん、そのことですね。そのことですよね。違います？ヒロさん、リルウェインのロシアンルーレットが一番でした。おー。あーリルウェインなんかね、ちょっと、金欠みたいな話もあったけど。ないっす。俺知らないかもしれない。なんだっけな、なんかね、売ったんだよね。原版権だっけ、なんか売ったってニュースになってた。うん。そんな当座のお金が好きな必要な感じなんだ。うん。あ、正直さん、そうです、そのナナちゃんです。合ってるって。ナナちゃんの話、俺が忘れてたわ。ナナちゃんでも一回しかまだちょっと登場させてられないから、ちょっと今後ドレイクの話するときずっとナナちゃんの話しますね。来年はそうですね。まあ来年の動画、はい、また。例えばナナちゃんがドレイクを見てこう言いましたみたいな話。出演期待ですね。出演期待、ちょっと、うん、憑依するんで。俺の曲言ってなかった。俺の曲、てか、ユキと別に、あれだよね、今年の一曲っていう意味では言ってないよね。一曲ねー。そうなー。難しいなぁ、でも。なんか、爆発って感じだと、MC やってて、うん。このフロア爆発感みたいなのも、うん。なんだろう。まぁ、ちょっと最近の話になっちゃうけど、レモネード。いや、俺もそれちょっと、レモネードちょっと考えてたんで、ちょっと、うん。今年の一曲。結構レモネードはヒップホップで学ぶ英語でも動画扱ったんですけど、うん、本当に今っぽい。今っぽい、そう。今っぽいし、でもなんかあれ、ちゃんとこう、長い期間聞くに耐えられるような、なんかこう、品質、いや、品質っていうとなんかこう、俺ら評価してるみたいで、こうなんかこう、上からだけど、なんか、やっぱ、この人だから、なんか、出せてるようなこう品質だなみたいな感じの思うとこあるよね。やっぱドントリバーとかナブリとか、うん、さ、そうなんだよね。で、あれ、その数年前にプロトタイプみたいなのがあって、うん、で作り直したっていうかあれじゃん。はい。やり直してってて、だからこれは絶対いけるって思ったんだろうなっていう。はい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 。うん。インターネットマニアのその。なんだろう、執念じゃないけど、うん、うん、うん、執念感じるね、確かに、うん、結構激バズ、この激バズが成功してるのを見る、そのなんかストーリーもちょっと俺が好きで、はい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 、うん、確かに、いや、そう、レモネード確かにあるなって思うな。今やっぱそのクラブで一番手応えあるかな。うん、うん、なんかあんま嫌いな人いない感じの曲ですよね、あれね。うん。なんか内容はろくでもないけどね。まあ、なんかさ、その、多分、2000、
あれって、俺から言うと、2013年のカラードグリーンみたいな感じなの。あの、スクールボーイ・キューとケンドリックのなんか。うん。あ、ラグジュリー、でもあれかかったらみんな見てなく、内容、運とか別に関係なくみんな、めっちゃ盛り上がるみたいな。うん。だし、あと、まあ、あるいはまあ、2015年のフェティ・ワップのなんかの曲みたいな。ああいう感じの、うん、もう本当にみんな、あの、なんだろう、そのアーティストが好きとか嫌いとかも関係なく、もう踊れちゃうし、乗れちゃうし、みたいな感じ。いう、そういう、そういう力を持ってる曲だなっていうのは、やっぱレモネードについてはすごい感じるですね。いや、まあ、もう多分、ずっとかかる曲になるんじゃないかな。ずっとかかるね。うん。うん。ちょっとすいません、コメント拾いきれてなくて、申し訳ないんですけれども。コメント来てるの、ドントリバーは今年の顔の一人ですよね、アボカドさん。いやー、そうですね。ヒロさん、アボカドさんのとちょっとかぶって、ベニーザ・ブッチャーが、ビクションやリル・ウェインとつながったのが、ん？ヒットボーイとも関係あるの？ヒットボーイも関係あるのかな？こういう読み方でいいのかな？はい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 。うん、グリ、あれ？グリ、グリ、グリゼルダ・マーリア、結構やっぱ今年、大活躍でしたね。ベニー・ザ・ブッチャーもそうだし、うん、あの人、ウェス・サイル・ガンもそうか。うん。あのあたりはすごい、やっぱ今年。で、なんか俺やっぱ、あれ見てて思ったのは、やっぱ結構、ざっくりとした括りで言うんですけど、結構やっぱ、ブームバップ系も、まあまあこう、復権してきてるなって感じをすごいしてて。うん。ビニー・ザ・ブッチャー、ウェス・サイル・ガンもそうだし、うん。うん、あと、まあ、あの、その、なんだろう、あの、ブームアップっていうのは違うけど、まあ、講義での、そのなんかトラップ系じゃないラップって意味で言うと、やっぱ D スモークもそうだし、うん。ナズもそうだし、なんかあのあたりがすごいこう、ね、なんだろう、ちゃんとファンからも評価を得て、みたいな感じにこうなってるのを見ると、なんか今結構、いいバランスでなんか両方、なんかいろんなタイプのラップがなんか評価されてる時期なのかなっていうのはすごい感じたりはしますよね。これ、わかんない。あの、それに対してなんか多分違う意見も全然あると思うんで、それはコメントいただいていいんですけど、まあ、僕、僕はコメント読めないんですけど、そういうなんか感じたりしますね。あ、アボカさんから来てます。うん、あ、ウェスタイガンのプレイフォーパリスに、静岡のボヘミア・リンチさん、ランチ、うん、ボヘミア・リンチさんが参加してたのも熱かったです。あ、静岡の方の、うん、それ知らなかった、参加してんの。そんなことあるの？そうなんだ。すげえ。ああ、ヒロさんも来てれば、ボヘミア・リンチさん、リンチさん、ランチ、リンチさんでいいのかな、ロード重工や、ケイバーンスともやってて、どういうつながりがあったんですか。すごい、静岡にそんな熱い、静岡の方なんだ。やば、静岡。あ、ラッキースタグラムありがとうございます。レモネードいいですね。おとといのハルミでのユキツさん、最高でした。ありがとうございます。俺、おとといちょっとハルミ行ったんだよ、俺。実は。なんか来てたらしいね。うん。言えよ。誰から聞いたの？言えや。俺なんか、なんか、翔さん見ましたよ、みたいな。うん。まあ、すぐ出てきた。あの時は。またバグってんのかなと思ったけど。あの、あの、おとといは結構割と普通だった、ちゃんと。まともだった。あの、12月のブラックヘイズがまず、うん、今年多分一番バグってた。スーパーバグ。スーパーバグです。でも、もう、詳しくは別にもう何も言わないですけど。うん。でもあの日は結構みんなバグでしたね。うん。あれ、鹿尾さんとかもやばかったよね。鹿尾さん。鹿尾さんって方がすごい、あの、飲んでたね。うん。鹿尾さんに、なんか、アグアの、なんかボトルを入れてもらって、それみんなで乾杯してた記憶がありますね。うん、アグアって多分、あえて飲むもんじゃないと思うんだよね。まあね、多分、ちびちび飲む感じね、本当はね。うん、でも、アグアめちゃくちゃ、楽しく酔えるんで、うん。あの、そう、あの、あんま、悪い酔い方しないよね、あれね。うん。それは確かにいいこと。アグアさん、いつもありがとうございます。見てるかな？ありがとうございます。アグアさん、来てます。たけさん。からコメントですね。これ、グリゼルダっていうのかな？はい。
かっこいいですね。去年ウェストアイガンのライブ見に行った時にリュックいっぱいに札束ばらまれていてめちゃくちゃイケてました。そんな、そういう感じ、あ、そういうこともするんだね。そう、でも、前、やっぱその、ウェストアイガンにしてもそうだけど、結構、なんかマフィア映画っぽい感じ。うん。マフィアっぽい感じ。いわゆるこう、ギャングスタラップとかよりも、もうちょいこう古風なマフィアみたいな感じのところもあって、うん、男臭さっていうか、あれは多分、なんか、他のやんちゃなガキンチョのラッパーには醸し出せないものがあるなっていうのは確かに思いますね。ガキンチョラッパー。いや、別に、ガキンチョのラッパーは別にあの否定するわけじゃないです、うん。そういうのも全然好きなんだけど。マフィアっぽいって話で言うと、今年の、何？今年良かったやつで言うと、ショアラインマフィア良かった。ああ、マフィアビートです。これあれですよね。アボカドさんもそれこそ今回今年の1位に選んでて。おお、1位だ。あ、うん。しる太郎さんも1位だったんじゃないかな。アボカドさんもしるさんも。うん。今年の1位はショアラインマフィアって言ってましたね。うん、うん。そうね、今年。いい曲、いいアルバム出ましたよ。こんな中ですけど。こんな中だから作れた人もいっぱいいると思うんですけど。うん。オージーズイとかやっぱいいですよね、あのね。オージーズイね。よかった。This is how we do it sky も。はい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 、はい。すごく、フロアにも入るんで。あれもっとかかってほしいんですけどね、うん、パーティーでもね。やっぱ、ああいう事例を見てるとさ、やっぱ、This is how we do it みたいな曲って、な、ほんと、普遍的に人々が興奮する曲なんだなってやっぱ思うよね、やっぱね。どんな時代もやっぱ、人々を興奮させるような曲なんだなってすごい思ったね。うん。ちょっとニュースに戻るよ。なんか。サンデーニュースの2つ目か。うん。すごい、ちょっと咀嚼音がすごいんだけど。これ、ASMR なんで、ちょっと待ってください。やだよ。30超えのお友達は。2個目の重大ニュースは、うん、奥田、腕立て伏せを開始。これです。そういうことでいいの？いや、ちょっと今日、ゆきとちゃんと、シーンを振り返ってみたいなの出してくるかなと思って、うん、その代わりに俺は極力どうでもいいことをしようと思って極力どうでもいいことをやろうと思ってなんで僕腕立て伏せを開始したことを今出しました。腕立て何ずっと続けて毎日ってこと？週1回の週 1? 週1ですか？週1だから別になんか筋量がすごいこうなんか増えるとかでも別になくて、うん、でもなんかそれがでも唯一の運動の機会になってるかなって感じ。うん、ずっとキックボクシング僕ずっとやってるんですよ、学生時代から。やってるね。やってて、でまあ社会人になってからもキックボクシングの、まあ、ジム自体はもうほんと週1ぐらいとか行ったりとかしてて、でまあサンドバッグ叩いてミット叩いてみたいなことずっとやってたんですけど、ちょっとまあ今コロナでちょっとジム行きづらいなってなって、まあ今別に行ってもいいんですけど、行ってもなんかその、うん、マスクしながらミット打たなきゃいけないみたいになって、うんうんうん、でなんかそれ結構辛いなと思って、うん、そんなことやるんだったらちょっともう家で運動しようと思って始めたのが腕立て伏せだったんですけど、うん、でも腕立て伏せってなんかすごいなと思って。腕立て伏せはすごい、うん、何詳しく聞いて。上半身の筋肉の 80% ぐらいが腕立て伏せで多分、動員されるんですよ。へぇ、まず、体をちゃんとまっすぐにするっていうので、腹筋系、腹筋、うん、なんか腹直筋とかあの辺があれだし、うん、あとまあ、普通にこう、沈んでこう上がってっていうので、まあ、上腕三頭筋、胸筋、三角筋、うん、加えて、まあちょっと背中もなんかこう、こうなんか絞る感じでこうなんかやろうとすると背中もちょっと効いてくるんですよね。うん。で腕立てってやっぱすごい、もうこれ考えた人天才だなと思って。
年アップを考えた人は。うん、腕立て伏せ、最初に考えた人、天才だなと思って、うん、で、その腕立て考えた最初の人に感謝しながら、腕立て伏せをずっとやってましたね。うん、ちょっと、DMX をかけていい後ろで。Stop, drop, and an up and up shop. Oh, no, that's a rough rider's roll. Stop, drop.それを聞きながら、もう一回、腕立て伏せの話してもらって。俺、二回目する勇気はないよ、ちょっとさすがに。腕立て伏せですね。ほら、もう、伏せちゃんも笑ってるよ。伏せちゃん、ありがとう。伏せちゃん。たけさん、あれこれ、筋トレチャンネルですか？ごめん、そうだよね。伏せちゃん、伏せちゃんの体、俺なんかすごい、あの、一昨日ぐらいに、かな、伏せちゃんの体をすごい褒めちぎってた記憶があるんだけど、何やってんの、やめてって腹は。伏せちゃんがなんかその、うん、自分の体がなんか褒められたりもするけど、なんか痩せろって言われたりもするし、なんか自信が持てないみたいな感じのこと言ってたんだよね多分。でその時にた、なんかたまたまアイベックスいた時に会って、うん、いやこれはちょっとマジで保つべきっていうのを力説してた、俺。力説じゃん。力説、あの、迷惑だったかもしれないけど、力説してました。ふせちゃん、嫌だったら本当言ってんだよ、本当。いや、いや、もう、あの、嫌だったら本当に、マジで、あの、あれ限りにするんで、マジ。ごめんなさい、本当に、それは。でも、ふせちゃん、あの、素晴らしいから、あの、キープだ。キープゴイン。あ、キープゴインですか。マジか。あ、じゃあ、あの、これからもちょっと褒めちぎり続けます、マジ。俺も褒めよう。じゃあ腕立て伏せ、皆さん、あの、なんだっけ、上半身の何パーセント、 8割型筋肉が増、あの、動員される、うん、80% ぐらい動員されるそうなので、腕立て伏せ、はい、皆さんちょっとできるように頑張ってください。何の話だよ、頑張ってください。何の話だよこれ。こんぐらい、こんぐらいがちょうどいいかなと思って、うん、あ、はい、いいねこれ、ゆるく。いいでしょ。うん、そう、やっぱ、こういうのはやっぱりやりたいよね。2021年あるかな、あの、筋トレコーナーもやるか。ヒップホップで学ぶ英語。筋トレ、そう、あの、今日の腕立て伏せとか。うん。腕立て懸垂。すごい、なんかいろいろやってるけど、何やってんの？あ、これなんかあの、フィルターを使えるらしくて。あ、フィルター、なんか、俺もうちょいイケメンに見えるやつないかなと思ってちょっと探してるんですけど、あんまりないですね。やっぱ素の自分が一番になるから。大丈夫だよ。うん。大丈夫。よかった。大丈夫、大丈夫。うん。でもなんかリクエストみたいなのも、ね、どしどし欲しいですね。いや、本当そうですね。リクエストもいいですね、うん。ぶっちゃけもうね、あのね、ネタがないんですよ。ネタないですよ。あの、結構頑張って出してるよね、俺ね。ひねり、絞り出してるから。絞り出してるよね、うん、本当に。ひねって、絞って、やりまくってるから、ちょっとあの、お願いします。お願いします。本当に皆さんお願いします。なんか、この楽曲取り扱ってほしいとか、この言葉よく聞くけど、何、どういうことみたいなことでも、何でもいいんで、あったら、ぜひ。じゃあ、三つ目、ちょっと、ゆきとちゃんとしたやつ、ちょっと言ってくれたら大丈夫。ニュース？ニュースの三つ目で。ニュース、すごい、ちゃんとしたっていうか、あれだけど、なんか俺、なんか恥ずかしいな、この流れで。終わる。いいっすよ。やっぱ、でもまあ、BLM じゃない？はい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 、はい。BLM、ブラックライブスマーター運動と、そのヒップホップの、人らの動き。そうなんですよね。やっぱ結構コロナに並んでっていうか、まあコロナも関係してくるし、うん。うん。それによって意識変わったこととか、まあ、結構考える機会にもなったし。はい。うん。いや、そうだね。けど、もう、ちょっと順番間違えたな、これ。あ、いやいやいや。今、すごい大事な話してるから、ちょっとあの、もっとたくさんの人に聞いてほしいなと思いながら、話聞いてたんですけど、
まあでもそうだね。いや、俺、アンナ来てくれました。アンナ、あ、アンナちゃん、アンナちゃん、え、久しぶり。アンナちゃん、元気してる？アンナ、元気ですよ、いつも。いつも元気。そうね、なんか、日本、でもね、やっぱ日本も全く無関係なわけがなくて、うん、あの、大阪なおみさんのアクションとか超かっ、うん、スーパーかっこよかったし、うん、そうですね、うん、すごい、急にシリアスな雰囲気になっちゃいます、ね、急にシリアスになっちゃったんだよ、ごめんごめん。いやでもあの大事な話だから、絶対した方がいいと思う、うん、絶対した方がいい。自分がいかに、じゃあ、なんか、まあ、ブラックミュージック一つとってもそうですけども、どんだけこう恩恵受けてるかっていうのもやっぱ一つあるし、で、うん、恩恵受けてる一方で、じゃあその恩恵受けてるその人たちがどういう、なんか、苦境とかストラッグルとかっていうのを経験して、うん、そういうものを生んできたかっていうところも、やっぱ、ね、そこ知らずに、なんか、成果物だけこう見て、あ、これかっこいいとか言ってるんだと、やっぱそれって、弱いなっていうのを、うん、なんか結構身に染みて感じたかな今年はっていうのは一個あるかな、うんうん、でもなんかそう言いつつ、じゃあ自分がじゃあそこのこう意識を高めたりとかするためになんかどういうことができたかなって考えると、まあやったことはいくつかあるんですよ。そのヒップホップで学ぶ英語でもなんかそういう曲を扱ったりとか、自分のイベントでそういうなんかのを扱って、うん、なんか考えてもらったりとかってもちろんしたんですけど、なんか、なんかどこまで行っても別になんか十分ってことは多分ないんだろうなっていうすごい思って、うん、やっぱあの成果がこう見えるわけじゃないじゃないですか、うんうんうん、あ、こうやって人々の意識が変わったとかってそんなすぐにこう現れるもんでもないし、だからやっぱこれは別になんだろう今回っていうか、そのなんかやっぱブームじゃないんで、うん、ちゃんとした継続した活動としてずっとやっていかなきゃいけないなっていうのは、うん、そこはやっぱ強く感じましたね。うん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 、そうね、そのブームじゃないっていうのは大事だよね。うん、なんかあの盛り上がってっから言いました、もうただ画面黒くしましたで終わっちゃう、うんうん、さ意味ないんだからさ、うん、そうですね、全部なくなるのって本当理想っていう理想論っていうか、うん、ちょっと難しいことだと思う、そういう全く差別、まあ人がね、違いは違いで素晴らしいことだし、違うことを差別っていうのも絶対そのな表裏一体というか、うん、だからなくなることではないと思うんだけど、その、うん、なんでよかね、少しでも良くする、ベター目指すっていうのが、ね、やっぱ、うん、大事なことだから、うん。本当そうなんだろうね。ちょっと筋トレの話した後に、すいません。これは、でも俺、いつも思うのは、なんかその、なんかこういう問題に向き合ってて、こう、疲れたみたいなことを言う人に対して、いや、疲れたとかって言うけど、現地の人たち、当事者たちはもっと大変なのに何疲れたって言ってんのみたいな感じこう言う人いるじゃないですか、うんうんうん、で、まあ、それは正しい意見だと思うんですけど、うん、でもあれ疲れるのがあの自然だと思ってて、うん、っていうのはだってやっぱ、まあ、特に日本で日本人として生まれるともう圧倒的なそのマジョリティとしてこうずっと暮らしてきてるわけで、そこでさらになんか、え、じゃあアメリカの黒人ってどういうふうなこう感情を抱きながら生きてんだろうとかってこう想像力を働かせるってめちゃくちゃエネルギーを使うことなはずだと思うんですよね、うんうんうん、なんであそこでこう疲れたとかって言ったりとか言うのはダメだっていうふうに考えたりとか、あるいはそこにこうなんかなんだろう罪悪感を感じたりとかってする必要は別にないかなと思ってて、うんうんうん、それがもうあのちゃんとそこにこう向き合ってるからそう感じるものであって、うん、で、疲れるんだったら、じゃあ、自分なりに、自分できるペースでこう向き合って、で、ちょっとでもなんかこう、うん、人たちの状況良くなるようにこう改善に、自分が寄与できることは何なんだろうみたいにこう感じて、あの考えながら、やっていくっていうのがやっぱ、
いいのかなっていうふうに僕は思うので、うん、まあこれは多分本当人それぞれで、いや そんなこと言ってる場合じゃないっていうふうに言う人もいるだろうし、うんうんうん、まあなんともあの正解がある話じゃないんですけども、うん、まあね、あのとにかく最終的なそのなんだろう成果としてちゃんとそれがこう目に見える形でこう世の中良くなるようになったらいいなっていうのはすごい常々やっぱ思いますよね。うん。っていう感じですかね。はい。うん、まあそれがね、BLM なんかまあ関連で、まあかっこいい曲っていうのをさ、やっぱりできてさ、うんうん。うん。収穫って言い方ちょっと違うのかもしれないけど。うん、なるほど。あの、わかるわかる。うん。リルベイビー、ね、ビガピクチャーとか。ビガピクチャーですね。うん。うんうん、ああいう風に作品に落とし込める人も出てくるから、うん、うん、まあ、なんもそう、でも間違いなくでもやっぱあの歴史上全部そうなんだけど、やっぱこう美しい跡っていうのは結構暗い場所から生まれてるっていうのは間違いなくあるから、うん、やっぱそのなんかそれをこう良しとするべきかどうかっていうのはまた別にしてだけど、まあやっぱそういう状況だからこそ生まれる美しいものって絶対あると思うんで、でそこにやっぱこう目を向けて、やっぱ心動かされたんだったらやっぱそこから自分の行動につなげるみたいなところまでこう行けたら最高かなと思いますね。うん。トゥーパックの時はさ、黒人大統領は有名な話だったんだけどさ、うん、そう、それ扱ってん、うん、それもね、ヒップホップの英語でも扱いましたけど、うん、宣伝になっちゃいますけど扱いますうん、やっぱ変わっていくことってあると思うので。そうですね。まあ今年ね、あのサンデーニュースとか、ただニュースとかブームで終わらせないように、うん、うん、そうですね、本当にそれは説明がありますね、うん、じゃあどうでもいいニュースを言ってください。もう一個、僕のもう一個のどうでもいいニュースは、うん、あれですか、奥田瞑想を始めるっす瞑想なんか進めてたよね、瞑想いいよって。瞑想いいよマジで、あの瞑想ってあのいろんな種類があるんだけど、一個言えるのは、うん、みんなねこう瞑想って聞くと、いや、そんななんか、無の状態になれないっていうことを言う人はいるわけですよ。うん。全然無になんなくていいから。無じゃない。無じゃない自分を受け入れることが第一歩。うん。で、俺は、あの、結構寝る前にやってるんだけど、瞑想って。うん、眠りに入れるように、うん、あの、他のことは全部忘れて、まず右手の親指に意識を集中させます。次、人差し指に移動させます。中指、薬指、小指、でこの後手のひら、手の甲、手首みたいな感じで、こう、ずらーってこう、意識を体のにこう沿わせていくわけ。うん。沿わせていった後に、なんか、今度、なんか背中、肩甲骨、全身、あとなんか、顔、なんか、顔もなんかこう、眉毛、まぶた、目、なんか、こめかみ、耳、頬、頬、鼻、上唇、下唇、顎、喉みたいな感じで、こう、ザーってこう、やるんだけど、うん、それやってると、なんかこう、全身がこう、じわーってこう、なんか、暖かくなるような感じがして、いつも前にかこう、眠りに落ちてたりするわけなんですよ。へ、え、ぇ、ーうん、あ、今、急に見た人、すみません、あの、ヒップホップの話の英語、話すると思ったけど、今、あの、なんだっけ瞑想の話してます。瞑想の話、ね、瞑想の話して、今の瞑想はあれと、なんか眠りのヨガって言われてるヨガニードラっていうやつなんですけど、ね、ヨガニードラ、うん、ヨガニードラで、それやると、うん、こうなんか入眠がすごいこうぐっすりなんかうまく いくような感じが僕はしますね、うん、ヨガニードラ瞑想ね、うん、瞑想大丈夫、それなんか特別な道具いらないの？道具はいらない、あの本当に自分の体さえあればいける。なんかパワーの宿った数珠とかいらないの？全然いらない。あとすごい高い水とか買わされない、大丈夫？あのなんか そっちのビジネスにつなげられるんだったら俺もちょっと考えるけど。一旦は、あの、何もなしでできるんで大丈夫です。ね。あの、
このチャンネルがそういう方向に動き出したらみんなで止めてください。よろしくお願いします。あの、ユキとかまず最初に止めていいんですよ。うん、それはちょっとダメなんじゃないみたいな。それは違うぞっつって。そうだ、四六時中うるせえから、そういうのやった方がいいのかな。いや、あの、そうだよ、あの、やっぱね、あの、情報がね、ありすぎるんだよ、現代は。うん。やっぱ情報ありすぎると思うから、ちょっとやっぱ整理する時間はあってしかるべきなんじゃないかなっていうのはすごい思いますね。うん。うん。瞑想、皆さん、おすすめらしいです。俺もやってみようかな。やってみましょう。瞑想動画作る。あの、ヒップホップで学ぶ英語のこうイベントとかも、なんか腕立て伏せと瞑想の会とかやろうかなっていうふうに。何も英語身につかないみたいな。皆さん、ヨガマットと、動きやすい格好で来てください。だって俺、あの、別に、あの、あれなんだよ、その、ヨガマットとか持ってないんだよ。ベッドの上でしかやってないから。あ、たけさん、ケンドリックも瞑想してるんでしたっけ？あ、そう、ケンドリックもやってますよ。毎朝30分瞑想してるって言ってました。ケンドリック、その前は、あの人はやっぱこう、ちょっと変わってる人なんで、あの、毎朝30分ぐらい、30分か10分か、なんか時間忘れたけど、うん、ずっとこう、鏡の自分を見るっていうふうに言ってました。鏡に映った自分を見て、うん、で、それによって自分の、なんか、自分は何者かっていうのをこうちゃんと知って、謙虚さを保ってるみたいなことを言ってて。うん。そう。やっぱ、ね、その多分延長で多分今瞑想やってるんだと思うんですけど。じゃあ、ケンドリックもやってる瞑想。そう。皆さんもさ、瞑想とあと、鏡の自分。鏡の自分、そう。ずっと向き合うと。鏡って見る？ユキと。鏡いや、もちろんみんな見ると思うんだけど、なんかその、うん、意識して鏡10分ぐらい見たりとかしますか？俺嫌なんだよね、自分見るの、ほんと。なんで、なんでこの目元のこのダルダルとかね、ほんと。すごい。それがさ、だってさ、チャームポイントじゃん。象だもん、象。いや、象の皮膚みたいになってる。大丈夫、あの、亀だから大丈夫。亀だから大丈夫。あ、でも、瞑想かな ?2 かな、ヒップホップで学ぶ英語でやる瞑想かな、それありですねっていうコメントが来てます。東一成さん。ありがとうございます。ありがとうございます。やっちゃおうかな。やっちゃおうか。もう、何やってんだこのチャンネルっていうふうにしようか。しようか。うん。飯も作って。瞑想と、リリック解釈と腕立て伏せと。うん。企画もそろそろいろいろね、動ける。でもまたね、感染者とかも増えてきてるからさ。あれだけど、動けるようになったらやりましょう、いろいろ。本当そうですね。涙袋男前です。ありがとうございます。いや、そうですよ。本当に、それは自信持っていいと思うんです。いや。じゃあちょっとお知らせ。ああ、なんかいいね。こう、ラジオっぽい。ラジオやりてんだよな。うん。ユーキットラジオ。あ、質問も来てました。翔竹さん？日本人のラッパーで今年よく聞いたのは誰ですか？日本人か。まあでもね、あの、クラブのその、フロアヒットで言うと、やっぱもう、まあ、チャリタツキの楽曲とか。あれも圧倒的だよね、やっぱね。圧倒的だったね。ゴマ DJ、ゴマ DJ、ゴクバイブス、ゴクバイブスね。ハイヤー。うん。ハイヤーは違う。だっけ。まあ、当時くんの声はすごい聞きましたね。はい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 。うん、僕は、レックスくんですね、レックスくん。レックスくんはマジで。でも多分なんか、俺なんか、レックス君の、じゃあ、音楽をなんか、どう評価するみたいなこと別になんか、あんまできなくて。うん。俺が、なんか、理解できないけど、なんか、あっすげえことやってるし、普通になんか、もう、俺からしてもやっぱ、かっこいいと思うようなことやってる。うん。だから、こういう人が、やっぱね、あの、センターに立っていくんだな。なんか、こう、俺みたいにこう理屈こねてる人は、なんかこう、解説して
うんぬんとかじゃないんだろうなってこう思いながらこう聞いてましたね。うん。うん。あと、イエローバックス楽曲。うん、ああ、そうね。イエローバックスもね、すごい。やっぱ人気ですね、すごい。人気ですね。みんな言ってますよ、Yes, sir, つって。Yes, sir. うん。俺に任せろ、Leave it to me, Yes, sir. 違った、違った、ごめんなさい、俺に任せろ、Leave it to me, Yes. 違いました、ごめんなさい。違った、すいません。アズマさん、レックスは忘れテンタシオンじゃないでしょうか。おー、ああ、テンタシオンね。でもなんか、ちょっと、ああ、なるほど。そういう要素もあります。そういう要素もあるから。うんうんうん。チャラいのもできるじゃないですか、やっぱ。うんうんうん。テンタシオンの、こう、なんだろう、激しいのと、なんだろう、そういう結構メランコリックなやつの両極端っていうのも結構魅力的だったと思うんですけど、レックスはなんか、ポップミュージックも作れる感じのこうラッパーだなっていう感じがすごいしてて、だそういう意味でちょっと似てる部分もありつつ違うなっていうのは感じますね。うん、かんない。あんまでも、あれ、日本語ラップのことはあんま語れないかな。そこもね、うん、やっぱ網羅していかなきゃいけないんですけれども、うん、ちょ今後勉強していくんで、ちょっと皆さんあのご視聴。この前ライブ見てすごいかっこよかったのは、はい、おとといハーレムでライブあったんですけど、モニペスジャンクマンさんがゲストで、はいはい、今めちゃくちゃみんな盛り上がっててね、そこもかっこよかったんですけど、カズオくんって俺ちょっとごめんなさい、まだ、インフォがあんま入ってないんですけど、情報あんま入ってないんですけど、カズオくんって、はい、最近帰ってきた日本に。で、あれはミックスなのかな、りょうさんと楽曲やってる、DJ りょうさんとも楽曲やってるので、24つってたかな、ね。ああ、わかりました。かっこよかったっす、ライブ。なんか、ちょっと、もっといろいろ聞いてみようと思うんですけど、カズオくん、かっこよかった、ね。よかったら。ちょっと俺も全然、チェックしてなかったんで、聞いてみます。うん、まあもうね、こんだけ世界中で広がってるし、で、やっぱその、2020年で言うと、ガラッと、その、クラブの、感じも変わって、はいはい、今ものすごい日本語、ラップ、波やっぱ来てるんで、そうだよね。うん。当たり前にかかるっていうか、はい、ちょっと乖離があったんですけど、前は。うん。うん。すごいいい流れだと思います。一日クラブにいたら絶対日本語もかかる。うん、この流れでこう、もっと、ぐちゃぐちゃに混ざり合って。やっぱでも、それ本当は あって叱るべき変化だなっていうふうに俺も思ってて、やっぱね、その、なんか、10年前とかって、これ、それこそあれだよね、シャマステーションさんの動画でも言ったと思うんだけど、うん、でも10年ぐらい前、俺がまあ20代前半とかの頃、言っても10代前半、やっぱその、クラブ行きて、なんかもう日本語の曲がかかった途端にもういやもうありえないみたいな感じの人いっぱいいたじゃないですか、その当時って、うん、だからそれが全然こうなくなって、垣根なくなって、まあ、同じ音楽として同じヒップホップとしてみんな楽しんでて、うん、まあ、その中で、まあ、英語の曲もあれば日本語の曲もあるみたいな感じも今なっていうのは本当にいい傾向だなっていうふうに自分もやっぱ思うんで、うん、ここはやっぱ進んでいってほしいですよね。うん、欲しいし、やっぱその先に、本当にこう世界で活躍するやっぱ日本人アーティストってやっぱ出てきてほしいなって思うし。うん。うん。最近だから、クラブ、おもろいっすよ。うん、なかなか人集まる場所、それこそ人が集まっちゃう場所だから、うん、気をつけてほしいですけど、クラブ面白いっす。パーティー面白いっす。あ、そうですね。面白いですね。俺も知らない曲めちゃくちゃ流してるから。ああ、はいはいはい。うん、だから、より一層、ね、
チェック欠かさずにやっていかなきゃ飽きまへんなと思ってんだけど。はいはい。うん。最近で言うとなんか、最近、なんか、知らなかったけど、かかってそこで知った曲とかってどんなのありますか？知らなかったけど、ごめん、急に出てこない。まあ、大体素通りしちゃうもんね。知らなくても。あの、MC だとやっぱ違うのかな。俺別になんか知らなくてこれいいなと思っても別に何も、その場で素通りしちゃうことの方が全然多いから。ハザムはしたんだけどね。やっぱ知らなくてもっていうか、まだ本当出たばっかなんだけど、それこそちょっとごめん、チャリタスキの話になっちゃってまたあれなんだけど、あの、イノセンスっていう曲。あ、あの、あれか。三分の一の順調な感じ。三分の一の順調な感じをサンプリングの曲が。はい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 。この前、そのティグと一緒に渋谷のローレルっていうクラブでやった時に、うん、ティグが先行で流してくれて。うん。お、すごいこの、なんだろう、この気持ちいいみたいな。やっぱもう、ど世代だから。はい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 。キャムシェードなんてカラオケで私歌いますからね。確かにね。あれはちょっと食らいましたね。なので、早くね、何の気兼ねもせず遊べる日が来ることを。そうですね。やってますよ。うん。本当に今、まあ確かに俺、自分ではまあ言いたいしてるけど、人に勧めることはちょっと、まだできないなって思ってるし、うん、だからまあそこはちゃんとこう気軽に おいでってこう言える日になるのがやっぱ一番いいですよね。うん、うん、そろそろあれするか、締めようか。皆さんからこうって声が集まったらまだ続けますけど、多分集まらない前提でいるんで。あの明日あれだよね、ソナミュージック。あ、そう、ちょっとお互いの告知ちょっと順番にしていきますけど、俺からじゃあいいですか。うんうんうん。僕自身は、告知事項としては、多分今日、ターンさんっていう、音楽メディアが日本にあるんですけれども、そこの、年間ベスト記事が多分公開、今日か明日かな、明日かもしれないけど、公開されて、僕は本当に1作品だけなんですけども、書いてるんで、ちょっとそちらでチェックしてみてくださいというのが一つと、あと、なんといっても明日ですね、ソナーミュージック、J-Wave さんの、アコゴリラさんがナビゲーターを務めている番組なんですけども、まあ、そちらでゲスト出演しまして、まあ、ヒップホップの、まあ、総決算みたいな感じのことを話させていただきますので、そちらぜひチェックしてみてください。で、あと、まあ、はい、その他もろもろ、ありますが、まあ、皆さん、ちょっと、まあ、ブログですね。なんといってもブログ、今年の年間ベスト記事、書きますんで、ちょっとそちらも楽しみにしてください。はい。じゃあ、ゆうと君、告知事項お願いします。俺の方は、あれですね、やっぱ、出番で言うと、水曜日、夜が、ローレル東京。はい。ウェアローレル東京、木曜日が、あれか、もう、あれか、終わりか。木曜が、あれ、31日で。31日か。うん、カウントダウンはクラブハルムでやります。はい。いや、楽しみだね。はい、ね。また、ハッピーニューイヤーとか、ね、ハッピーなニューイヤーにしましょう。ほんとそうですね。はい。1曲目何がかかるかっていうのもね、すごくね、楽しみなので。そうですね。うん、2021年1曲目誰が何を書けるのかっていうのもね、うん、うん、みんな予想あると思うんで、うん、皆さん予想してみてください、はい、新年一発目はね、土曜日の晴れになるのかな、もう2日からやるみたいなんで、あ、2日モンスターやるんだ、うん、はい、わかりました。なのでそんな感じでしょうか。2021年もはい、忙しくなるように願ってます。で、何より、あれですね。もちろん、ヒップホップで学ぶ英語、やってください。本当に、そうです。はい、やってきます。皆さん、引き続き。ますますパワーアップしてやっていこうと思ってますんで、皆さん、ぜひ、はい、チャンネル登録、それから通知ボタンのオンのほどよろしくお願いします。あ、ありがとうございます。いつも見てます。東さん、東一成さん。ありがとうございます。東さん、ありがとうございます。
楽しかったです。来年も動画などいろいろ楽しみしてまーす。みーさんも楽しみですね。またインスタライブお願いしますって来てます。はい。あとね、まだ、言えないんですけど、ちょっとおもろいこと考えてるんで、僕らで。用意してるんで。はい。そちらもまだ、まだ、まだ言えないですけど。まだ言えないやつがあるんですけれども。うん。そうだね。ひこくで学ぶ英語をチェックしてもらえれば。そうですね。感じでございます。はい。はい。まあね、やっぱでも、これさ、ヒップホップで学ぶ英語始めてからさ、うん、そうなんだろう。もう、やっぱ、はっきり言って、親とかもやっぱこう見てて、こう、週3でこう、授業参観日があるような感じなんですよね。週3でやっぱ授業参観日あるような感じで、なんか、そういうのって、あんまり、ね、こう、社会人になってからそういうのって機会あんまなかったんで、あ、これなんか、割といい、なんか、そういう意味でもこう、いい活動できてるなってやっぱ思ってて。うん。なんで、はい。ちょっとこの授業参観日を継続していくということを、ちょっと。来年もやっていきたいなというふうに思いますんで、見守ってください。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。はい、はい、皆さん、お付き合いいただきありがとうございました。どうもありがとうございました。はい、良いお年を。良いお年を。ピース。おやすみなさい。ありがとうございました。終わります。おやすみます。